少ない観客の中、小坂さんよろしくお願いします。
ですね、去年のそのいろいろあった話、まずはですね、心臓発作で倒れて心臓手術をする羽目になったっていうことがあって、クリニックに行ってました。整形外科でなんかフラッとしてであれおかしいなと思って倒れたらしいんですね。そのまま同じ建屋の今度は内科の方に連れて行かれて、なんかおかしいね。でここでちょっとあの手に負えないから救急車やってんだろう、あこれちょっとまずいわっていうことになって、でちょっと一旦収まったんですけど、じゃあ今週末あの手術しましょうって、心臓の手術をすることになりました。これがまず第一の始まりでしたね。そのまま次の日ライブをしたんですね。そしたら指に当たると非常に痛くてですね、でこれはたまらんということで次の日整形外科に行ったら、これ折れてるぞって言われまして、もうちょっとなんで早く来なかったのって怒られて、ここじゃ治療できないから、できない病院行かないとダメって言って、大きな病院に、シフト病院に行かされて、こう針金みたいのを3本くらいまっすぐ刺す手術をしまして、これがFacebook に載せたら
こんなグロいの乗せるのみんなに怒られた指出し唯一の話です。その間にごた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 してて、うちから恩出せるっていう感じで、そういうことがありましてですね、はい、今はすっきり一人暮らしという感じですね。
下北に行ったりするんですけれども、最近なんか年のせいですかね、あの酔い方が変になっちゃって記憶をなくすというか、なんていうんですかね。あ、その前に、武蔵小杉で飲んだ時に、足が動かない。歩いてて、突然足が動かなくなって、道路で回転レシーブをかますというか、違いましたね。車が切れたら危なかったなっていう状態になったんですけど、その時にメガネをですね、思いっきりひしゃげるぐらいに動かしたりして、そのまま帰りゃいいんですよ。もうバス、電車がなかったんで、バーに行きました。オートハープとか、弾いてたりするバーに行ったんですけど、そしたら、どうしたんですか？顔が真っ赤ですよ。自分わかんないんで、なんか随分、メガネだけじゃなくて顔も壊れてたっていう、そういう感じです。座ってたら、おまわりさんがちょっとあなたなと思って、2人ぐらい交番にこうやって、あの宇宙人の写真ありますよね。あれみたいな状態で、宇宙人状態でこう交番に連れてこれて、ちょっと年の取ったおまわり説教されまして、何やってるんだ。で、知らないうちに気がついたらうちにいるんですよ。あれどうしたんだろうなと思ったら、ポケットからクレジットカードのレシートが出てきました。なんかおまわりさん、僕のポケットをまさぐですね、クレジットカードこいつ持ってるから乗せて返してしまえっつって。で、タクシーってうちまで運んでくれてみたいです。パトカーで運んでくれればって。
さんのお世話になるということはまずない人間なんですけど、その宇宙人状態で連れて行かれた後に、そんなに立ってない後にですね、やっぱり酔っ払って目が覚めたらこうガラス張りみたいな部屋にいるんですよね。下がウレタンバッドで、ドアがあるんですけども、開けようとしても鍵がかかって開かないっていうトラパックってやつですね。初めてトラパックに入りました。もうね、あのトイレ行きたくて、トイレ行きたくて漏らしそうだった。漏らして大丈夫よなってずっと床は。これ結構あのやってる曲で、あの結構皆さんやってる曲、ゆっくりラブですよね。ちょっと似てるんですけど、ロックスギターってあんまりこうやったことないんですけど。